闇の帝王、ダークネスエンペラー、ダークエンペラー。俺でも一応、お前一応何の名前？俺ポイントカードギっていう名前。ほんま売れへんやろこの漫画。絶対売れへんやろ。ついにここまで来たぞ、トリプル D。 貴様やっとここまで来たのか。貴様まだ来なかったのか。やっと来たのか貴様。古戦線が止まっていたんだ。悪く思うな、俺は田舎出身の子供だ。滋賀県民が、俺は大阪府民だ。何？そんなことより僕の名前を聞いてくれ。僕の名前はポイントカードギ。カードギと呼んでくれ。貴様の名前は何だ？カードギーです。それが本当に名前なのか。そんな名前でこの我トリプル D に歯向かうというのか。君は力にしてはいけない存在。国民を、国民に税を増やすな。それでは脱税、脱帽、脱帽、めっちゃ脱税、脱帽、ダークネス。これがお前のトリプル D だろ。なら貴様、ライフポイントは1万円。今から言う我らの納税デュエルに挑んでもらおう。おう、それでは戦いを始めよう。デュエル。先行は俺がいただくぜ。まあいいだろう。5枚引くぜ。あ、今こっからやばいっす。俺のターン引くぜ、はい、モンスターカードポンタを召喚。おお。こいつは1ターン1ポイントを吸収することができる。よって俺の残高は1ターンにつき1ポイント増大する。このカードを伏せておく。このカードを伏せておく。一気に伏せてくれ。伏せまくるぜ。ターンエンドだ。僕のターン。俺はこのモンスター体育会の時のデンガンを召喚。何？残念だったな。昔から悪そうな顔をしていたんだな、お前という人間は。こいつには特殊効果があるが今は使わないでおこう。何？そして私は場にリバースカードを1枚セットしておく。なるほど。ターン終了だ。俺のターン、ドロー。生きてる。何枚まで引いて OK ですかね、これ。まあまあ、もう何でもいいよ。もう何でもいいよ。もう5枚、5枚ぐらいならね。俺のターン、ドロー。電眼の効果発動。何？相手のターンが始まった瞬間、相手の手札を見ていられる。見ろ。盗賊のような目を見ろ。相手の手札を見て。やはりお前犯罪者だったか。うわぁ。この1枚はこのターンより俺のものとなる。しかもなんとこいつの攻撃力は4646。強っ。強っ。貴様が重たいやろ。カードギ君、使い終わった魔法カードは墓地に送るんだ。ごめんなさい。僕今からだけどなんか運よくビギナーズラックだけの言葉で勝ち上がってきたんだ。俺のターン、フィー。お前のこの悪しきやつを葬ってやるぜ。このダブルカード、山本眼科と中西デンタルクリニック、つまりこの効果2枚合わせて目には目を、歯には歯を。この効果によってお前と全く同じモンスターを俺は召喚することができる。何？つまりモンスターということか。このポンターは今からデンガンと 見れる。俺のフィールドにモンスターがいたらの話だろう。リバースカードオープン。何？新幹線。なるほど。この新幹線により、このデンガン、一旦東京に行きます。つまり待ってくれ。その効果対象を失い、このモンスター効果を失う。私のターン、ドロー。まずひとまず1枚カードを伏せておこう。何？そして装備魔法、日本セーリング連盟を装備。何？この装備魔法によりウィンドサーフィン力が上がり、さらに凶暴化する。攻撃力が2倍。攻撃力が2倍。遊戯のネタが負けないので通じない。攻撃力が2倍。ターン終了だ。なるほど、行くぜ。俺のターン、メンバーを召喚。大阪大学学生オッティ、タッツーを召喚。こいつらモンスターカードとして扱われる。そのタイミングで相手フィールド上に大阪大学学生が入り、自分のフィールドに電眼がいるときに発動できるモンスターカード。なんだそれ。本物の電眼を召喚。なんだ。しかもこいつの特殊能力発動。何？本物の電眼の特殊能力、貴様見たいか。ちょっと見たいぜ。影分身。影分身だ。オッティとタッツーは後輩と先輩。この絆によって電眼と電眼はもう一緒に一緒にご飯とかに行きます。なのでこいつは無力化される。その無力化に対して一緒にご飯を行くと貴様言ったな。 その一緒にご飯を行くというものに対して発動するマジックカード、
オムライスの店発動。何？このオムライスを食べていいのは玄関だけだ。こいつらをおごるのは結局お前自身が行うことになり、オムライス1個1000円 ×2000 円がお前の出費となる。何？くそ。しかし貴様は罠を踏んでしまったようだな。何？総選挙発動。なんだこれ、めちゃめちゃ古い。総選挙発動。よくこんなもの持ってたなお前。この総選挙により、これのチケット代7800円を貴様が支払う。なぜだー。7800ポイントだ。あっ、強制じゃねえか。もはや俺は8500円、貴様は200円、オムライスの店を破壊すればはニトリに支配されている。しかし貴様のライフポイントは200円、俺のライフポイントは8500円、その8300円の差をこの台わずか2ターンで埋めることができるのか貴様。まずい、まずすぎる。俺のターン。早い。ドロー、ま、モンスターカード召喚。真の聖者が4人揃った。効果発動、遊戯王第1話。ボン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 。友情の絆発動。お前、この効果によって俺は真の本気を見せる時が来た。これで俺は真の反対生として活躍することができる。まずは電源、お前をこちら側に引き込む。お前もこの友情の一味だ。さらにこいつでお前を攻撃。ああ4646のダメージだ。俺のターンエンドだ。俺のターン、ドロー。何？このカードを引いた今私にお前は勝てるわけがあるまい。嵐の会員賞発動。何？それにより特殊能力発動。何？ムービングステージ。このムービングステージにより相手モンスターのところに全て1体ずつ攻撃が可能。何？1体ずつムービングステージで貴様のところに嵐が移動していく。すげえファンタジー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 。嵐で全てのモンスターに攻撃。私はこのターンさらに魔法カードを発動させてもらう。ゴンギツネ発動。何？教授のおっかは嵐5人全てに火縄銃を装備する。おっかどこにもいないじゃねえか。貴様が今までやってきたものはもう全て終わり、貴様の最後のターンだ。やばい、ここで引かなければ負けてしまう。頼む、お金の神様、僕に力をください。この2枚のリバースカードを伏せておく。たったそれだけか。それだけだと貴様最後の攻撃を受けて本当に死んでしまうぞ。俺にできることは今これしかない。ターンエンドだ。俺のラストターン、最後の攻撃をさせてもらおう。何？装備した電眼火縄銃で相手モンスターに攻撃するがいい。電眼で攻撃。あっ、貴様残金がゼロになったか。俺がこれで俺の勝利だな。はい。大丈夫、大丈夫だよ、私が守ってあげる。なんだ貴様その声は。レンちゃん。レンちゃん、レンちゃん、私は大丈夫。私が避難所を受けて代わりに全体保証人になるわ。レンちゃん、レンちゃん、レンちゃん、レンちゃんは避難所、避難所を受けて墓地へ送られた。お前許さない。俺のターン、リバースカード健康保険証2枚発動。俺は今墓地に送られた2枚のカードに保険をかけておいた。なんだ。その2枚のカードはこの三井住友のゴールドカードと小島動物病院のカード、そしてさらに今俺が手札に持っていたヨドバシカメラのゴールドポイントカードを発動。場に3枚召喚する。そしてこれらのゴールド3枚の効果、ウィーポーポーポー、裏返すとそこにはゴルゾディア。早く上がって。ゴールドカードに宿りしかみゴルゾディアを召喚。こいつの効果、俺の勝ち。これなんだと。これによって俺の勝ち。
お前は強制的に破壊される。チェックメイト。この俺が今まで培ってきたもの全てカードに込めて頼む。クソリプル D、 お前は金を粗末に扱いすぎた。もう目覚めろ。でもやめてくれ。大丈夫だ。やめてくれ。大丈夫だ。やめてくれ。元に戻れ。やめてくれ。ベンガ先輩、やりましょうよ。一緒に遊びましょうよ、ベンガ先輩。俺も待ってるぜ。待ってるにゃー。いつものお前たちが帰ってきたのか。そうだよ、思い出せよ、ベンガ。やっと戻したこの感覚。お前たちのおかげだよ。よかった、お前たちと一緒にデュエルできて。ありがとう、デュエル。ありがとう、クレカ。こうしてデン、トリプル D、 いわゆるデンガンは元の姿に取り戻した。これからもお金のやり取りは十分気をつけて頑張ろう。よろしくな。お金の貸し借りは友情のもつれだ。みんなも気をつけて行くのじゃぞー。